セフです。どうもです。生駒にロケしに行ってきた。この動画は2021年2月から3月にかけて紹介した第24回第25回の生駒編と第26回で紹介した小ネタを振り返り裏話を紹介していきます。まだ見てないという方はこれを見れば短い時間でポイントがわかりますし、もう見たという方もセフィのツッコミや裏話を聞いてお楽しみください。それでは始めます。近鉄生駒駅で京阪奈線に乗り換えようとすると、そこには中間改札が。近鉄から近鉄に乗り換えるのにどうして改札を通らなきゃいけないのかというと、京阪奈線が大阪メトロ中央線とつながっていて、生駒に中間改札を作らないと地下鉄側でどちら回りか判断できないからです。自動改札や IC カードが普及した今でもシステム改修などの手間からそのままになっているというわけです。ここでネタとしてはかなり有名な話です。近鉄から近鉄に乗り換えるのにどうして中間改札を通らなきゃいけないのかと。それは大阪側でどちら回りか判断できなくなるからと。まあそれ自体は納得できる話なんですけれども、自分駅の改札まで別々になっているとは思わなかったんです。だから生駒駅で京阪奈線に乗ろうとすると、一回奈良線とか生駒線と同じ改札を入って、もう一回改札を通って、それでコスモスクエア行きとか乗らなきゃいけないと、そう思ってたんですね。そしたら何、改札が別々だったと。ロケをしたところだけでなくて、実は別の改札も含めて改札別々です。これほんとすごい、そこまで徹底してるんだとロケの時本当に思いました。であとここ難波駅周りを無意識のうちに自分難波線周りって言ってました。難波線周りだと阪神です。奈良線で1本です。そのまま三宮行っちゃいます。本町は行けません。これ動画を公開してからミスに気づいたので、字幕での修正もできず本当にやっちゃったなと思います。近鉄生駒線萩野台駅には1階のロータリーとは別に2階にもバリアフリー用のロータリーが。ただこのロータリーは狭く、車の大きさによっては切り返さないと回れないようです。これストビューでなんで2階に続く道があるんだろうと思って調べに行ったんですけれども、あったのはただ狭いロータリーだけで、確かに2段式のロータリーは珍しいものではあるんですけれども、ただ単に作られた時期にもよるんですけれども、狭いロータリーになっちゃったと。ネタとしてはそれだけかなと。なので紹介したはしたけれどもボツかなと思っています。近鉄生駒線東山駅は1番線と2番線があるのに、王子行きの電車も右側通行で2番線に入ってきます。1番線に入ってくるのは当駅止まり折り返しだけで、使われない時間帯は閉鎖されます。実は東山駅の1番線には車止めがあって、王子方面に進むことができず、2番線に両方向の電車を走らせているのです。この東山駅の構造がちょっとおかしいぞと思ったのは、もう最初にこの駅にやってきた時からです。90年代だったか、この時は王子から生駒に向かって電車に乗ってたんですけれども、ポイント通過してないのになんで反対側にホームがあるんだろうと思ったんです。そしたら後々このホームを調べてみたら、実は1番線は生駒側からしか入れないと、そういうことを知ったんです。でしかもこの折り返し電車が入ってくる時間はものすごく限られていて、ロケ当日も行ったのは土曜日なんですけれども、朝9時を過ぎると次の折り返し電車が確か20時台だったかな。もうその時間めがけて行くしかなかったんです。どう考えても朝9時を過ぎるとしばらく閉鎖になるだろうと思ったんで、案の定閉鎖されました。でも不思議ですよね。
どうして1番線があるのにその1番線の使い勝手がものすごく悪いのか。普通はホームの先にポイントをつければ東山駅で生駒駅が入ってきて、それから王子行きを出せるじゃないですか。ただ実はこの場所、駅を出たら下り坂でオーバーランしたら大惨事になるわけです。それを避けるためにわざと東山駅の手前でポイントを作ったのかなと思います。そしてこの24回で一番面白かったのがこれ。ん？一番線から車止めを突き破って王子行きが発車します。扉閉まります。いやー、まさかこういう放送事故をロケ中に見ることになるとは思わなかったです。幕回しのミスは代理人はありますけれども、一番線から王子行きが出ないよと思いながら見てました。第2半納道路一部インターの前の交差点には本線と側道の両方に青看板がついていて、一見するとそっくりに描かれています。間違い探しゲームのようです。違いは右下、側道の青看板は U ターンして本線の案内がされていて、本線からは逆の案内がされています。本線が線路をオーバーパスするためにこのような不思議な青看板が生まれたのです。最初ストビューで見たとき、なんじゃこれと思ったんです。そもそもこの一部インターのロケをやろうと思ったのは、本線と側道からインターにズドンできるよねと、どうなってるんだろうなと思ってそれで行ったわけなんですけれども、ロケの直前になって青看板も2つあることに気づいて、ほぼそっくりじゃんと思ったんです。ちなみに間違い探しというワードを思いついたのはロケの前じゃなくて収録の原稿を書いている時です。右下以外は全部同じだというね。それでこのワードを使いました。で、実はこのパートまたしてもロケの時期を公にしてしまったんです。ここ第2半納道路工事中みたいな感じ。大丈夫です、緊急事態宣言中じゃないので。だいたいね、これ以降のロケが軒並み緊急事態宣言だから、そうじゃないよっていうことを明かしたかったっていうのもあるかもしれないんですけども、明かしてどうするんだと。これ撮ったのは概要欄にも書いてますけども、2020年10月です。ただ上の方に11月4日から7日工事って書いてあるじゃないですか。あー、なんていつもロケの時期を明かすような画像を撮っちゃうんだろうなと思った次第です。東生駒駅周辺にあるちょっと複雑な交差点、その手前にある青看板には104、168という数字しか書かれていません。さらに青看板では国道168号線が左と書かれているのに、おにぎりの下では右が168号と主張しています。ところがここで右に入ってしまうと168号線側道が168号線バイパスに合流できず U ターン。一度県道を返さないとバイパスに出られないのです。この交差点が生駒にロケをしようと思った理由です。田舎じゃあるまいし、番号だけせめて地名書こうよと思ったんです。さらに言うと、本当は右側が168号線なのですけれども、左に行かないと168号線を北に行けないと。ただ左に行ってしまうと目の前で104号線のヘキサを見ることになってしまうと、本当に168号線なんだろうかこっちはと思ってしまうわけです。そこが不思議な交差点だなと思いました。あとここ、104、168、終わり。地名が一つも書かれていません。あれ収録中よくテンポを考えたなと思いました。あれ原稿は本当に
104、168しか書いてませんみたいな原稿なんですけれども、終わり。ねえ、よくあのテンポ考えたよなと思いました。国道168号線にあるこちらの信号、押しボタン式なのに上の方に3つ目の信号が。ボタンを押すと青信号が点灯し、普通に黄色、赤に戻ります。交差する道路もないのに、なぜか普通の交差点と同じような動作をするのです。どうしてこのような信号があるのかって、結局ロケでは分からずじまいでした。ただ、押しボタン信号なのに、交差する道路もちゃんと3つ目の信号がついていると、それだけでした。どうしてなんでしょうね。もしかしたら奈良県特有の信号機なのかもしれないですけどもね。ただこれはいろいろと調べてみないとわからないと思います。で、ここのパートは結構遊んでみました。青信号まで最短12秒と書いてあるので押してみたとかね、見つめが見つめている寒いよとかね、イオンタウン北は閉店しましたとか、最後に4密でしょ。本当に逆パート多かったなと思います。そしてこれが一番のネタです。そう思って信号の左右に目をやると、なんとなんとくどい。なんでこの回なんとって言葉を何回も言い出したかっていうと、実は奈良県には南都銀行という銀行があります。奈良県民なら誰もが知っている銀行です。ちょうど埼玉県民でいうところの埼玉りそな銀行みたいな感じ。ただなんとという言葉がネタに使えるので今回多用しました。で、このなんと銀行の画像はさすがにウィキペディアから撮ってきたんだろうと思われているかもしれないんですけれども、このなんと銀行も含めて生駒市内でちゃんと撮ってますから、生駒の珍スポットなのになんと銀行だけ別撮りってことはないです。というわけで、このなんとなんとっていうようなネタはロケの前から考えていました。もう使っちゃおうと、なんと銀行さんごめんなさいみたいな感じでね。はい、そういうわけです。ケーブルカーなのに複々線、ケーブルカーなのに駅を通過する、そんな不思議なケーブルカーが生駒にはあります。生駒ケーブルの珍スポット、2月28日公開。あやめ池の住宅地には信号による交互交通区間があります。入り口と出口に信号があるだけでなく、家や路地の出口にもどちら側に行けるか示した信号が。これだけ矢印信号にあふれている区間は珍しいです。実はこのあやめ池のロケには伏線があって、前に東川口で背を向けた信号を紹介した時に、その動画のリーチにあやめ池を紹介した動画が出てきたんですね。それであやめ池に変な信号があるということを初めて知りまして、実際に生駒の帰りにロケしました。ネタとしてはすっごい面白いです。だって家の出口、路地の出口、もう至る所に矢印信号が出てますもん。もう日本中ここしかないんじゃないかっていうような特殊な信号機もありましたしね。ただいかんせん生駒の帰りで充電の都合で取れなかったんです。すっごい物足りないロケに終わりました。なのでウプ主もう一度行ってきました。今度は前に取れなかった信号も含めていろいろなネタを取っています。あやめ池の信号機完全版5月公開。というわけで生駒にロケしに行ってきた、いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。セフィでした。さよなら。